みんな見た？くるちゃんが4月3日の、発売の、週刊プレイボーイさん？合ってる？に、掲載されるんです。もう超話題ですよね。もう、本当に早く見てほしい。なんかもう私はもういろいろ見たんですけど、まあでも、もちろん完成した本誌はもうね発売まで見れないからわかんないけど、オフショットとかいろいろ見させてもらったけどマジで可愛い。ガチ可愛い。なんか本当に可愛くて、でもくるちゃんはもう可愛いって言われて育つタイプの子だから、もうみんなもう可愛いって言ってあげてください。可愛いって言ってどんどん可愛くなる子なので可愛いって。そう。もう超楽しみです。もう私も本当にもうなんか、はあ、いつかなってずっと待ってたんですけど。何？昨日のやつの前からもうすでにもうメンバー内ではメンバー内なんかもう AKB 内ではもうざわざわしてたので、それが何みんなの目にも触れてすごく嬉しい。なんかうちのグループってあんま今こう雑誌といえばグラビア雑誌といえばこのメンバーみたいないないじゃないですか。なんか例えばこう HKT さんだったら田中美久さんとか NMB さんだったら本郷ゆずはさんとかこういらっしゃったりするじゃないですか。でも AKB って今そういうなんかこうもちろんグラビアをやってるメンバーもいっぱいいるけど、なんかそこまでのなんか何そういう感じの位置づけの人ってあんまいないじゃないですか。こう雑誌の表紙やりまくりますみたいな、なんかこうでこうすごいそう何社もなんかいろんな雑誌に出ますみたいな、こうそういうのってやっぱ今のイメージはこう本郷ゆずはさんと田中美久さんみたいな、こう AKB グループで見ても私のイメージはその二人のイメージがすごく強いんですよ。そう。でももう私はもう絶対にくるちゃんがくるちゃんがもう絶対にそのお二人に並ぶぐらいのメンバーに絶対なれるって思うんです。そう。しかもなんか結構お顔はさベビーフェイスな感じじゃん、幼い感じって感じだから、そのギャップがいいじゃないですか。本当になんかね嬉しくって仕方ないんです。本当にスタイルがいいんです。本当にスタイルがいいんです。本当にスタイルがいいんです。もう。もうみんな、本当に、みんなでくるちゃんのこと支えていこうなって感じ。やっぱこう、同じチームの子だから余計に嬉しいんです。なんかこうもちろん同期だし、なんかこうやってなんか何すごい話題になってもう嬉しくて仕方なくて、そうだし、そのぐらいのポテンシャルあるし、しかもなんかこう
写真映えする顔じゃないですか。しかも顔自体も本当に綺麗、お人形さんみたいで、写真もうなんかもうスタイルもそうだし、お顔もそうだし、なんか写真映えする人なんです。だからみんなでくるちゃんに可愛い可愛いっていっぱい伝えてあげましょう。可愛いって言われたい子なんで、可愛いです。本当に可愛い水着がいっぱいなんで、本当にぜひ見てほしいです。ナーミンは需要がないので、なんかこう需要がある子がやってほしいね。グラビアなんて言えばいいんだろうって思うと思うんですけど、可愛いって言ってくれたらいいんです。くるちゃん可愛いって。したいって言ってできるようなもんじゃないんです皆さん。わかる？こういうのって例えばやりたいですっていう風に仮に思ったとしても、声がかからなかったら意味ないから。そうだし、生える子にやってほしいっていう。感じです。とにかく私はもう本当そういう意味でも4月3日が楽しみだし、何？4月3日になってきっとまたオフショットとか出してくれると思うし、なんか反響が大きかったらこういろんな雑誌にまたくるちゃんが呼んでもらえると思うので、そうくるちゃんも本当になんか今の AKB って結構話題ってで大事じゃないですか。から、はぁ、待って、すごい、なんか、見えると思って。見えるぞ、これはみたいな。なんか、やっぱ話題になること大事だから。一気にね、知名度も上がると思うし、そう、AKB をなんか代表するグラビアメンバーみたいななれる可能性がすごく高いじゃないですか。だからそれをこう何 AKB ファンのみんなで応援して押し上げようなって感じ。